そうなんだよね。本当に少ないよね。なんなんですけど、中学生の藤宮さんがいるからさ、しまった試合だから。いや、藤宮さんのカニはでかいよ。助かってるよ。ここ、ストレート。俺が一人いるんだもん。藤宮さん、15番希望してるから。15番って誰だっけ？15番いないんだよ。いないの？曲げてるし。ゼロもいや、あれ小学生にあれいかんよね。小学生カーブって見たことないもんね、だって。小学生なの？小6だ。プレイ生だった。いいスイングしてるよ。言うしかねえだろ。でかいですよね。ねえ。でかいのは何よりもいいことだよね。鈴木さんのストレート引っ張って外野持っていくんだからさ、大したもんだよね。大したもんだよ。中学になって司会されるきて、ね、あの子上手くなるよ。まあ、引退して勝ち逃げだからすげえガッツポーズしてんだもん。ガッツポーズだな。嬉しかったんだね。すごいまんまとカーブだったから何ですか。ネット当たってネット審判ネットに当たってる。うん、知ってる。ファイル。ネット当たってないでしょ。当たってたでしょ。見えてなかった。おや。同じ。あるある。ああ。オッケーオッケー、内野安打。これね、内野安打。ずるい内野安打だな、今の。これ内野安打。打率が。あ、そうだよ。稼ぐな、おい。待って。2打数2安打？いや、さっきエラーみたいな。あ、そうだ。まあ、さっきのと足して割る2だね。そうだね。いや、師匠が全部持ってってるよ。これ、勝ったら今日師匠だよ。オーケーなさん。キャッチャー肩いいからね。宇佐美さん、ベースから離れちゃダメだよ。今離れてたよ。あの、大概にしといた方がいいよ。もういいよ。あるある。ゴー。テリーさん、ゴー。オーケー。サードいなかったじゃん。若々しい。いいね。もぎ取ってきたよ。OK、ナイスだ。ナイナ。走るね、この50。ナイスだ。もう野球はね、50からだよ。伊藤さんが寄せてくるからね。前立ち。やった。でもあの二塁まで行ってなかったら今のないないな。積極勝利しっかりだ。いやでも大丈夫。チューマン痩せたんじゃない？あれ落ちるし。いい感じだったよ。警戒だね。いや、やっぱ運動したんですか。明日起きた時ちょっと痛いかもしれないのか。筋肉だったからね。なんかインコース。あ、お前お前。多分大丈夫。なんか沈む手元じゃない。ストレートかなと思って。入ったこってこ。おお。はい、バッチ。なんだこれ。ナイスバッチ。いいね。マドロックすごいね。あの体型の方が打てる。あの体型の方が打てる。でもいるけど。ここにもいるけど。キクちゃん、あれ？例のやるかこれ。そうだ、ね。4年ぶりに見たいな。さあ、キクちゃん殿下の宝刀出してもいいよ。ストライクゾーン見逃して。高めの。スボールをホームランする。あ、スピード打っちゃダメ。走れ。あ、これ大丈夫だ。うまい。いや、サードがうまいよ。チェンジか。サードか。